法全国山比法全国山石文は中国三国時代の暮れにおいて天根寺元年に建てられた検証比。研究者によっては全国山比と呼ぶ場合もある。同年に建てられた天発神神比と設立事情を同じくし、両比は兄弟関係にあたる。極めて特殊な独自の書風と内容を持った石文として知られている。また、 呉の最後の皇帝のソミヒロシの出世を後世に伝える資料でもある。義の石文が大半を占める、三国時代にあって、貴重な他国の書籍である。現在は、チャンス将棋講師の国山に原石が残されており、病が設けられ厳重に保管されている。法全国山石文の卓英建造時期は、三国時代ではあるが、すでに、 食と義は滅亡し、義から禅状を受けた精神と、その勢力に圧迫される、呉の二国が向き合う状態であった。呉の第四代皇帝である、孫博士は、進化の粛清や無理な戦闘を行って、国力を疲弊させ、さらにこの頃には、現実逃避して、神秘思想にふけるようになった。これに、周囲の関心が追従し、 次々と国内で随調が見つかったという怪しげな報告をもたらすようになる。これに踊らされた孫博士は恩赦や改元を繰り返し、いつしか後が天下を統一するという幻想を抱くようになった。憲否の発端は、聖史三国志などによれば、前年の天殺元年、地元の言い伝えで流れが止まれば天下が乱れ。 復活すれば平和になると言われていた林平子の水流が復活したこと。また林平子のそばで、ある人が、御誠皇帝と刻まれた小石を拾ったという報告を、孫博士が、御が天下を統一して、平和をもたらし、自分が真の皇帝になるという天のお告げであると解釈したことによる。これにより、孫博士は大社と改言を行い、さらに、呉の皇帝こそ、 真の皇帝という、お告げに従うために、現在のチャンス省にある、陽仙山という山に、進化の当長や宗省を派遣し、法然の儀を行った。本来、法然は天下を統一した帝王が行うものだが、孫博はこれを行った上、記念として、三名を、国山と解消し、石組みを建てた。これが法禅国山石踏みである。なおこれと、ほぼ同時期に、 同じく随調を記した、天発神神秘が建てられている。しかし四年後の天気四年に、精神軍によって攻め落とされてくれは滅亡した。法全国山石文の本文下部編。書風も含め、比較的真滅が少なく綺麗に読み取れる部分。碑文は天書による。天書を用いたのは、天書の持つ、権威性や神秘性が、神と意志を通わせる。 神聖な儀式である宝禅を記念するのにふさわしいと判断してのことと考えられ、この点でも天発神神秘に通ずるものがある。楕円形の石のほぼ全面に刻まれており、向かって、斜め右後ろから時計回りに回って、斜め左後ろに終わるようになっている。一行二十五時、行数は全部で四十三行ある。最初の部分を中心に真滅が激しい上に、 全体的に石の痛みが目立つが、ほぼ全文解読が可能である。内容は、呉の徳を賛美するとともに、この法禅の元となった三つの随調について、記しており、極めて神秘色の強い文章となっている。なお一部の記述については、歴史書と食い違う部分もある。書風は冒頭にも記した通り極めて特殊である。天書ではあるが異様に線が太く、 非常に飛行してもちもちとした印象を与える字となっている。また字同士が非常に近接しており、生理的な圧迫感と威圧感を持っている。筆法からして、転書とは呼びがたいほどにかけ離れた、天発神神秘ほどではないが、それでも実際の転書の処方とは、かなり異なっている。書者は、呉の書家の祖剣と言われ、概ね同意を得ている。 法禅国山石文は、全国山比と呼ばれることもある。これは、秘文と歴史書、三国史呉市との食い違いから生じたもので、秘文では、まず前例を行うべし、国山の影において、国際カニ史とあるのに対し、三国史呉市では、国山に法然すとあることから、前者の前例を尊重する場合は、全国山比、後者の法然を尊重する場合は、 法全国山碑となるためである。この悲鳴の問題については、議論が交わされているが、結論は出ていない。現在では、法全国山碑が一般的であるが、全国山碑と書かれる場合も、稀にある。碑自体は、古くから知られていたが、研究は、新代の天書研究に伴って盛んになり、多くは、天発上神神碑と組で取り上げられている。特に長見による、 国山飛行は、同費について詳細に記した、研究書として知られる。しかし、書籍としての評価は、新代の転書には、到底及ばないとかんばしいものではない。あくまで三国時代の数少ない書籍というところで、尊重、評価されている面が強く、臨書されることも少ない。ありがとうございます。